ちです。本物のスプーン。本物のスプーン。パスタオブザデイ、なんだか忘れましたけど、チキンとトマトソースとベジタブルスープ。美味しそう。美味しそう。ここはパターの練習場ですね。僕がさっき食べてたカフェです。ホールインワンカフェ。美味しかった。池が凍ってる。すごい。ここは18ホールのゴルフコースがあって、何オープン？ニュージーランドオープンが行われてるところです。ミルブルックリゾート、高級ホテルですね。敷地が広い。レイクヘイズという湖のところに来てます。こんな感じです。結構広いね。リターン2、3時間。まあ、2、3時間ぐらいがっつり今日はちょっとぐるぐる歩きたいと思います。何かの巣穴が発見しました。多分ウサギなんだけど、見てこの入り口のこれ全部ウサギのうんち。何がいるんだろう。いました。ミラーレイクですね。後ろこっち湖、こっち本物。この辺はニュージーランドじゃない、クイーンズタウン、インターナショナルマラソン、国際マラソンで走る道でもあるので、はい、It is beautiful days。そう、ほとんどコンクリの上を走ることは少ないマラソンなので
足腰鍛えておいてください。参加する人は反対側まで歩いてきました。あ、綺麗。さっきまでこっちの方歩いてました。あ、この辺はもう日が当たってあったかい。すごい。綺麗です。こういうの多いんだよね、こっち。結構いろんなとこの木にぶら下がってる。こういう楽しい好きやな。あ、かわいい夫婦だよ。あれ、何も見えない。あ、ほんと？でかい。ブチブチ抜いて草食べてますずっと食べてる猫の子たち。元の場所に帰ってきました。1時間半ぐらいかな、ぐるっと回って。あ、いい運動になった。ではでは、またね。